皆さんこんにちは。8日目になります。昨日土に埋めてみたところですね、こんな風になりました。根っこみたいなものが生えてきまして、体にも見えなくはないんですけど、怪獣に詳しい方に聞いたところ、これはガッツ星人ではないかということでした。でガッツ星人ってウルトラセブンが叶わなかっためちゃくちゃ恐ろしい星人なんですね。アメリカの国防総省が UFO 映像3本公開したじゃないですか。で公務防衛大臣も自衛隊の UFO 対策を進めるということと、ガッツ星人っていうのが僕の中で、つながってしまったんですよね、予感してしまったんですね。でウルトラセブンもウルトラ警備隊も今いないので、この子が、人類の、敵になる可能性があるのでしたらば、いや本当に残念なんですけど、殺処分することに決めました。ここからはちょっと残酷な映像になると思うので、苦手な方は見るのを遠慮してください。すみません。ニンニク本体から根っこをちぎりました、これでもう成長することはないと思います。少しは人類の平和の役に立てたのかなと感じています。短い間でしたが、この動画をご覧くださり本当にありがとうございました。そうですね、カプセル怪獣の飼育は失敗してしまいましたが、コロナは依然世界で猛威を振るっております。引き続き不要不急の外出を控え、そして手洗いの方もしっかりお願いします。それではごきげんよう。